こんにちは、のんです。私は今ネットフリックスシリーズポケモンコンシェルジュの撮影が行われているドワーフスタジオに来ています。なぜかというと、私は主人公ハルちゃんの声を演じるからです。かわいい。 EV と不思議だねとヒヤップ、ヤナップ、バオプですね。お邪魔します。ポケモンコンシェルジュの監督をされている小川監督です。小川です、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ポケモンコンシェルジュはどんな作品でしょうか？ポケモンリゾートっていう南の島みたいなところに新米でやってきたこちらハルがリゾートのコンシェルジュとして成長していったりするようなお話です。ハルを演じてみてどうでしたか？めちゃくちゃ楽しかったです。頑張り屋さんで絡まってしまうところが本当に愛おしくって、私もちょっとずつ盲信なタイプなので共感できる部分があるし、すごく楽しかったです。はるちゃんのいろんな表情が、顔の、ビデオも収録の時に撮らせていただいて、はい、アニメーターがやっぱそれを見ながら参考にしてこのはるに落とし込んでいくっていうか、なんかのんさんの感じが入ってて面白いなと。声のお仕事するときに動きを取っていくっていうのが初めてだったので、すごい刺激的でした。はい、こうやって吊るしてるんだ。いろんなことが起きて落ち込んでもポケモンが寄り添ってくれるっていう、なんかポケモンがいたらこんなに幸せだなっていうのをなんか演じながら実感してやってたので、ポケモンリゾートが憧れの場所みたいにどんどんなっていきました。世界中の人に見てもらいたいなと思っております。今日は実際にハルちゃんやコダックに会えてとてもワクワクしてます。皆さんもポケモンコンシェルジュ楽しみにしていてください。